限でやってなかったり、自撮り、アジアンサウンズリサーチの報告会にお越しの皆様、それから港さん、幸子 M さん、スタッフの皆さん、国際交流基金の皆さん、アンサンブルズアジアの、アーティスティックディレクターを務めます大友義秀です。今回は、そちらに行けずに本当にごめんなさい。1年前から決まっていた福島でやる、タイムラインというミュージカルのプロジェクトで、3月の下旬はずっと福島にいなければならずというわけで、そちらに行けませんでした。ごめんなさい。きっと会は、盛況のうちに進んでいることと思います。もともとこの、アジアンサウンズリサーチより幸子 M さんにお願いしたときは、何をお願いしたかというと、アジア、まあ、アジアだけじゃないんですけども、日本も含めアジアのいろいろなところで、音楽とも美術ともつかない、あるいはそのどちらでもあるような、その中間領域のような新しい表現みたいなものが、少しずつ出だしてきています。そういうものをリサーチして、そういう人たちの交流の場が作れないかなというようなお願いをしました。で、幸子 M さんが考えてくれたのが、このオープンゲートというやり方です。オープンゲートそのものは作品というよりは、多分なんて言ったらいいかな、作品を発表する新しい形態、あるいは、場を作る形態と言ったらいいかと思います。例えばヨーロッパでは美術館というところが発表の場であったり、コンサートホールが音楽の発表の場であったように、この新しい表現形態の中で何が必要かというと、その表現を、どういう形で発表すれば一番いいかということを考える必要があったんだと思います。そこで彼女が考えてくれたのがオープンゲートという新しい、発表、あるいはアーティストが集う形式でした。最初がペナント、それから、昨年は、愛知トリエンナーレ岡崎のシビコというスペースの屋上、で、大規模に行われました。その間にいくつものリサーチを挟んで、今年は、私がディレクターやってます、札幌国際芸術祭でも、やってもらうことになってます。私自身がこの新しい形式、やり方の中から生まれてくるものに毎回すごくドキドキしています。初めて見るアーティストたちもいっぱいいて、そんな人たちが、この新しい器場の中でどういうことをやっていくかということをとっても注目しています。札幌でも、きっと何か新しいことが起こるのではないかと今から、楽しみにしております。ということで、オープンゲート、別にこの、アジアンサウンズリサーチの中だけで可能というわけではないと僕は思ってます。この形式自体がこれからもしかしたらオープンゲート形式という形で、コンサートホールとかシアターとか、あるいは美術館のような感じで全く違う移動式、可動式であり、固定しない作品の提示の仕方として、もしかして将来根付くことがあるような気もしています。このオープンゲート形式、これからもきっと続いていくことと思っておりますので、どうか、皆さんもご理解、ご注目していただければと思っています。